はい、どうもどうも、おはようございます、こんにちは、こんばんは、天栗旬です。はい、というわけでね、早速今日も動画やっていくんですけれども、皆さんね、最近感動とかしてますでしょうか、ということでね、まあ人に対する感動とか、まあそのアニメ見て感動とか、まあ何でもいいんですけれども、俺もちょっとね、感動不足と言いますかね、こうちょっとあんまり涙流す機会とかも少なくなってしまいましたのでね、ちょっともう感動したいなってことで、 YouTube とかでね、アニメ感動とかね、ワンピース名言集とかさ、いろいろこうドラえもん名言集とか、いろいろあの感動の結婚式とかいろいろ見たんですけど、なかなかうるっとこないというか、まあいいなと思うんだけど涙出てこないというか、なんかあやばいな、ちょっと心すさんできちゃってんのかなとか、感動できなくなっちゃったのかなとか、もう日々の忙しさとかうんぬんとかで、あれやばいと思って、感動涙も出ないのかとかと思って、最近心配にはなってたんですけども、他のやつでね、たまたま感動子供とか検索して、 YouTube でね、6歳が跳び箱10段飛んだ裏にっていう動画あって、なんか僕は明日から長崎に引っ越しますみたいな、なんか別れの言葉を言ってたところかな、ちょっと動画見てもらうと分かるんですけど、まあなんかそんなのがあったりとか、なんか跳び箱10段をなかなかこう何回もチャレンジするんだけど飛べなくて、何回もこうやるんだけど、頑張れとかってやるんだけど飛べなくて、なんか先生がみんなで助けてやれみたいな感じで、でみんなが生徒さん、みんな5、6歳ぐらいの同級生かな、こうやってエンジン組んで、できるできるできるゴーみたいな、あそこでちょっとうるっとしたのと、あとそのエンジン組んだ後にこうもう一回チャレンジしたら10段飛べたんですよ。でそこでこう飛んだの見て、お母さんとかがこうビデオ撮ってるわけなんですけど、お母さんとかお父さんうるっとしてるので、またさらにうるっときて、あめっちゃ感動したと思って、よかった、ちゃんと感動したと思って、まあいろいろね、感動系の動画ね、もうちょっと俺もね探してね、ちょっと感動する体験というかね、っていうのもちょっとしとかないとなと思って見たんですけど、よかったです。タイトル、YouTube なんですけど、6歳が跳び箱10段飛んだ裏にって検索してもらうとあるんで、まあよければ見てみてください。結構俺は感動しました。はい、なんか感動する動画とか、あったら教えてください。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。